ベネルバフチェ SK 所属。ポジションは MF。トルコ系ドイツ人である。1997年からバイエルンミュンヘンのユースチームに所属し、2008年に DFL スーパーカップでトップチームデビューを果たした。2010年1月にチームメイトのダビド・アラーバ、ディエゴ・コンテントと共にトップチームに昇格した。2月1日にプロ契約を結んだ。 2010年7月、1FC ニュルンベルクに、レンタル移籍した。ニュルンベルクでは同じく、トルコ系のイルカイギュンドアンと共に攻撃を牽引し、チームのリーグ戦6位に貢献した。バイエルンミュンヘンに復帰することはなかったが、その活躍が評価され2011年5月18日、ベルダーブレーメンに移籍した。9月11日、前年まで所属した 1FC。 ニュルンベルク戦で移籍後初ゴールを挙げた。2014年8月18日、スユペルリグのトラブゾンスポルに加入することが決まった。2017年6月5日、フェネルバフチェースに移籍した。ユース世代では、生まれ故郷であるドイツ代表で出場していたが、2010年、オランダ代表戦で、トルコ代表デビューした。ありがとうございます。